はい、ということでこの時間は、今週はスペシャルゲストコーナーということでお届けしていきます。引き続き河合社長、後藤社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヨガ君もよろしくお願いします。お願いします。じゃあまずはですね、河合社長、日光紅葉ゴルフリゾートはどういうゴルフ場なのかということを簡単に説明していただいてもよろしいですか。はい、日光紅葉ゴルフリゾートはですね、はい、パブリックコースでして、はい、若い方から、年配の方まで、うん、はい、幅広く、プレーできるゴルフ場となっております。はい、で18ホールですね、セパレートされておりまして、あ、はい、とても、ま、コースは狭くて、ま、距離はそんなにないんですけども、はい、とても戦略性がありまして、うん、そうですね、本当にもう、はい、でうちの、ま、一番の売りといたしまして、はい、グリーンが、はい、一番の売りですね。すごくいいグリーンですよね。はい、ね、年間を通しまして、はい、大体9フィートから、11フィートを常に、維持しておりますので。そうなんですね。はい、かなり、はい、難しいゴルフ場だと思います。なかなかあんなにいいグリーンのゴルフ場ってないですよね。うそうですね、もうすごく綺麗ですし、すごいですよ ね、あのグリーンはもう初めて回った時は、はい、こんなにちょっと早いんだとか、もう最初難しかったんですけど、でもそれがまた楽しいんですよね。そうですね、それでこう入った時とかも嬉しいですし、それでお二人ともうちで、はい、シーズンベストを出していただいたので、実は私もシーズンベストこの間出まして、はい、ね、今年のついこの間までシーズンベストが45だったんですよ、はい、ハーフが。でこの間42を出しまして、ありがとうございます。日光紅葉ゴルフリゾート様様でございます。さすがです。後藤社長はちなみにいくつだったんですか。私105だったんですけど。あ、すごいです。103になりました。あ、105が103に、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あとちょっとで100切りですかね。もうそろそろですね。あ、はい、もうちょっと でちなみに河合社長がおすすめするこの日光ゴルフリゾートのおすすめのホールっていうのはどこですか。おすすめのホールはですね、はい、ロングホールが、はい、とても日光のですね、はい、日光の男体山という日光で有名な、はいはい、山があるんですけども、それが一望できる。そうだ、はい、いますね、すごい綺麗な景色ですよね。すごい綺麗な景色ですね。そう、なんか日光のそのゴルフ場を回ってて思ったのが、そのこの間紅葉がね見頃ですごく綺麗だったんですけど、はい、その後ろにまたねドーンと構えてるその山、そうですね、がなんかのコントラストがすごく綺麗で、またそこも楽しみですよね。まあ、雄大な景色とですね、あとそのコース、はい、コースのその、紅葉樹が色とりどりですね、本当にぜひ皆さんにですね、はい、一度来ていただければ喜んでいただけると思っております。本当に綺麗で、実はここだけの話、その紅葉樹があと何年か後に増えるとのことなんですか。そうですね、1年2年後にですね、はい、紅葉樹をですね、約1000本移植する、考えておりますので。すごいですね。さらにですか。ってことは1ホール何十本何百本増えるってことですよね。そうですね、はい、考えたら、うわー、もう今だけでも綺麗なのに。今でもすごいですもんね。はい、なんかやっぱり今なんか綺麗なところって写真撮りたくなるじゃないですか、はい、だからもうね、初めて回った時とか、うん、まあ、今もう撮りたくて仕方なくて、なんかインスタグラムとかにたくさん上げてるんですけどね、まあ、ぜひ皆さんそちらも見ていただきたいなと思います。はい、で、ご飯もねまた美味しいんですよ。うん、そうですね、はい、うちのゴルフ場はですね、ゴルフ場のお客様以外にもですね、はい、レストランを提供しておりますので。あ、そうなんですね。はい、週末とかですね、一般のお客様もですね、はい、ご利用結構いただいてるんですよ。ゴルフをしなくてもレストランを使える。はい、なかなかゴルフをされないと、なかなかゴルフ場のその雰囲気とか、はい、イメージっていうのはなかなか、そうですね、湧かないと思うんで、一度ゴルフ場の方に来ていただいてですね、はい、少しでもゴルフに興味を持っていただければ、はい、はい、なるほど。そう、なんかね、レストランもテラス席もあってね、そうです、すごく綺麗な景色を眺めながら食べることができるんですけど、おすすめの料理とかありますか。手作りハンバーグが、手作りハンバーグ一番人気ですね。まだ食べたことないですね。あ、食べてないですか。まだ食べてないですね。あ、そうですか。
ありがたいことにバイキングとか用意していただいていろいろね、まあ、カレーとかも食べてるんですけど、まだハンバーグは食べてないので、次はぜひぜひ、はい、他にはどういう料理があるんですか。あとはですね、日光の、湯葉料理とかですね。湯葉、はい、日光は湯葉が有名、湯葉がやっぱり有名ですので。なるほど、はい、湯葉料理っていうと、その湯葉と何かおうどんとかそういうのが一緒になってるんですか。そうですね、はい、湯葉を、練り込ん、うどんの中に練り込んだやつとか。あ、なるほど、はい、とてもご好評いただいております。そうなんですね、はい、なかなかやっぱり日光でしか食べれない、はいはい、ものですのでね。なるほど、はい、そうですよね、他のところだと食べれないものが。そうですね、またいいところですよね、そういうのがあるのが、はい、ゴルフ場とその雰囲気と、はい、一緒に、そうですね、楽しんで、はい、楽しんでいただければ、食べれるという。あとね、また私のいいなって思うところが、アプローチとかパターが練習できるんですよね、はい、その芝から。なかなか天然のグリーンでですね、練習するってなかなか、はい、ないですね。アプローチグリーンがないと思うんですよ、そういうところが。あんなに速くていいグリーンっていうのがなかなかないですからね、はい。この間、昨日、一昨日、その日光紅葉ゴルフリゾートで回らせていただいたんですけど、多分回らない方が練習場を使ってたんですけど、それもありなんですね。はい、ちょっと多少の料金をちょっといただいておりまして、はいはいはい、はい、それでアプローチグリーンとですね、パッティンググリーンを、はい、練習していただいてるんですよ。開放してるんですね。開放しておりまして、はい、そこもちょっと珍しいですね。そうですね、なんかあれですか、なんか会員になるとそういうのを使えるっていうのを聞いたことあるんですけど、それじゃなく、それじゃなくて、はい、一般の方でも使うことができる。はい、そうですね、なかなかその本コースで、はい、いきなりゴルフするっていう方だとね、なかなかちょっと大変な、まずはそのゴルフ、アプローチとかグリーンを、はい、で練習していただいて、はい、コースでデビューしていただけるような。なるほど、はいはいはい、はい、もうそういう練習場があるってだけでまたいいですよね。そうですね、はい、確かにコース、もういきなりコースってよりもやっぱり練習場でしっかり練習してからやった方が、うん、もうスコアもね、うん、多分まとまるので、ね、実際私そうだったんですよ。この間ちょっと沖縄でゴルフしたんですけど、うん、練習場でしっかり練習してからコース回ったら、うん、まあまあいいスコアで回ってこれて。違いますか。そうなんです、だからそういうやっぱり施設もすごく大事だなって思いました、うん、ということで、もうあっという間に前半終わってしまうので、後半またたっぷりといろいろとお話、はい、お聞きしたいと思います、はい、ありがとうございました。